こんにちは、市役所です。続いて後半は毎年秋の恒例行事として行われているイベントをご紹介します。第16回東近江市芸術文化祭について生涯学習家の海老谷さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、芸術の秋を彩るイベントがたくさん開催されます東近江市芸術文化祭、早速今年の開催内容を教えてください。はい、今年の芸術文化祭は9月12日土曜日から約3ヶ月にわたり開催します。今日はこの期間中に開催するイベントを3つご紹介します。お願いします。まず1つ目は10月9日金曜日に八日市文化芸術会館で開催するロビーコンサートです。東近江市在住でご活躍の若手ピアノ奏者向井海さんをお迎えします。はい、入場は無料ですが椅子席は40席に限定して開催します。また当日は東近江市美術展覧会の夜間鑑賞日でもありますので、こちらにもぜひ足を運んでください。はい、ピアノ演奏を楽しみながら美術展覧会の作品を鑑賞することができるっていうのはかなり贅沢な楽しみ方ですよね。はい、それは残りの2つのイベントも紹介してください。はい、2つ目のイベントは11月14日土曜日に八日市文化芸術会館で開催する杉鉄さんの愉快なクラシックコンサートです。はい、杉鉄さんは聴くだけでなく見て楽しいコンサート活動を続けるピアノとバイオリンのデュオです。今回は杉鉄さんのお二人に5名のアンサンブルを加えて愉快で楽しいクラシックコンサートをお届けします。はい、3つ目は12月19日土曜日に赤根文化ホールで開催する絵本作家長谷川義文さんによる絵本ライブです。ライブ紙芝居やウクレレ演奏など楽しいステージになると思います。ぜひ親子でご来場ください。両公演とも午後2時開演です。入場は無料ですが整理券が必要です。整理券は今ご覧の各会場で10月2日金曜日から配布します。はい、絵本コンサートってどんなものなのかすごく気になりました。どのイベントも素敵なステージになりそうで今から楽しみですね。はい、ただし今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため座席数を減らしての開催となります。はい、整理券は先着順ですのでご注意ください。わかりました。その他にもご来場の際には感染症対策としてマスクの着用や手指の消毒、受付での検温などにご協力をお願いいたします。また新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりイベントが中止になる場合があります。中止等に関する情報は市のホームページでご案内しますのでご確認をお願いします。はい、必ず東近江市のホームページをチェックしてからお出かけいただきますようによろしくお願いいたします。感染予防をしっかりと行った上で楽しい一日を過ごしていただきたいですよね。はい、詳しくは芸術文化祭の総合プログラムや各イベントチラシに記載しています。総合プログラムは自治会を通じて配布するほか市内の各コミュニティセンターなどに設置していますのでぜひご覧ください。この他にも文化祭の期間中市民の皆さんが日頃から取り組まれた活動の成果でもある発表会などが市内各地で開催されます。イベントの詳細は総合プログラムに掲載していますのでご確認の上参加してみてください。皆さんも様々な楽しいイベントに参加していただき、この秋に芸術と文化を満喫していただいてはいかがでしょうか。後半は第16回東近江市芸術文化祭について海老谷